蔡義姫は、朝鮮民主主義人民共和国の外交官、政治家。朝鮮労働党中央委員会委員、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員、最高人民会議外交委員会委員、北朝鮮外務省、第一外務次官。政務委員総理を務めた、蔡英林の長女、幼女という説あり。オーストリア・マルタ。 中華人民共和国などに留学した後、1980年代半ばに北朝鮮外務省入り。2009年8月にアメリカのウィルク・リントン元大統領がピョンヤンを訪問した際に通訳を担当して表舞台に立った。2010年10月に外務省米州局副局長に就任。2016年には六カ国協議に関連して北朝鮮辞席代表として、 中国を訪問した。同年北朝鮮外務省の北米局長に昇格した。2017年1月にドナルド・トランプが大統領に就任したことを受け、元アメリカ政府の当局者らなどと意見交換するためにニューヨークを訪れるべく調整が進められていたが、2月13日に金正夫がマレーシアで殺害される事件が発生。最終的にアメリカが ビザの発給を却下し、初訪米はならなかった。しかし、同年5月8日から9日に、ノルウェーのオスロを訪問し、現地でアメリカ元政府高官だと非公式の接触を行っている。2017年9月、北朝鮮核問題に監視国際連合総会の演説を通じて、アメリカと北朝鮮が避難合戦を行っている中、ロシアからの調整を受けて、モスクワを訪問した。 同年10月にも、モスクワを訪れ、アメリカのウェンディ・リュース・シャーマン全国務次官、金杉賢治外務省アジア太陽州局長らと共に、各不拡散に関する国際会議に出席。日朝局長協議はなされないとされたものの、金杉局長と複数回接触し、メッセージを伝えられたとする。2017年11月のトランプ大統領訪中からは、中国の仲介で、 トランプ政権と米朝協議を行ったとされる。2018年3月、降格されたアメリカ担当の反整列次官の公認、内市対米交渉に詳しい金桂館、第一次官の体調不良に対応するための人事として外務次官に昇格したことが正式に発表された。2018年5月、 中国の大連で習近平総書記と会談した金正恩朝鮮労働党委員長の訪中に同行した。同年3月の北京への金正恩委員長の初訪中の際は同行してなかったため、2018年米朝首脳会談前の準備調整ともされる。また、同月24日、アメリカのペンス副大統領が北朝鮮の行方について、 リビアの二の舞と発言したことに対し許容できないとして反論したがタイミング的に翌25日にアメリカ側から発表された米朝会談中止の判断材料の一つとなった2019年2月27日から28日にベトナムにて行われた米朝首脳会談に同行両首脳の合意なき会談が終了後アメリカ側の代表団が引き上げる直前まで 調整役を務めた。また李用博外相と共に終了後の記者会見に、望み、北朝鮮側が行った提案と要求について、アメリカ側の発表内容についての反論を交えながら、説明を行った。金正恩に近い存在とされ、米朝交渉のキーマンとして報道されることがある。二0 1九年四月十日の党、中央委員会総会で、党中央委員会委員に選出され、 翌11日の第14期最高人民会議第1回会議で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員と最高人民会議外交委員会委員に選出された。また外務次官から第一外務次官に昇格した。ありがとうございます。